どうも皆さんこんにちは、麦めめチャンネルのパパでございます。今日皆様安全点で運行されていらっしゃいますでしょうか。いやー久しぶりのねバイクに乗ってます。今湾岸線走って、朝の何時だ、今朝の5時前ぐらいですね。うわめっちゃで、まあちょっとあっち曇ってるけど、今日ね天気いいっすよね。よいしょ、ちょっと風がでもあるね。うん、でね、バイクのねタイヤの、まあ、皮むきもちょっと終わったんで、ちょっと久しぶりに走ってみようかなと。湾岸から首都高ね、いやでもね久しぶりにねこう走るとやっぱねいいですね。お、太陽も出てきた。いやね、今日はとりあえずね、まあ、久しぶりに乗ってて、まあ、下道にね走ってもあんま面白くないんで、いつもねトラックで首都高とかで湾岸線取ってるんですけど、今日はまあねこう何て言うんですか、バイクで取ってみようかなと思います。やっぱねこう何て言うんですか、いつもはねトラックで走ってるんですけど、こうやっぱね100キロ近いレンジで走るとねこう速いですねバイクはね。どれだけねトラックが80キロ制限とかでね走っててね、こうまあ一般の人ね車両とか普通の車とか、あとはそうですねバイクとかにおっせーなあの大型って思われてるのは、まあ自分で身に染みてわかりますよね。うん、ディズニーランドも見えてきました。うわでも風強いな、意外にやっぱ強い、ちょっと怖いね。うん、風ない日だったらもうちょっと良かったんだけど、まあねフルカウルなんで忍者はまだねマシだと思うんですけど、よいしょ。ね首都高はね60キロ制限なんで結構ね、特に C1 とかね、まあ、C2 もそうですけど、もうこの辺はね、おいいね天気が、あれですね、白バイと覆面がもうめっちゃうようよねしてるんで気をつけないと。うん、調子に乗って走ってるとほんとすぐ捕まるので、この辺は恐ろしくてしょうがないもんな本当に。さあ枝川ですね。あでね、ちなみに今回ヘルメットにつけて運転してるそのなんですかカメラは、GoPro Hero 4で撮っております。 Hero 4のブラックエディションですね。はい、Hero 7はここにくっついてるので、はい、これはこれで別で映像撮ってます。でね Hero 7のそのなんですかマイクがですね、そのマイク その接続のやつが専用のね、やつなんですけど、それがねめちゃくちゃ高いんですよ。うん、マイクと外部マイクとあと充電をねするためのその USB のタイプ C と普通のマイク USB っていうのかな、普通のタイプ C か2個ついてるんですけど、それがねついて GoPro とマイクをつなげるだけでね1万円近くするんですよね。いやそれは高いだろうと。うん、でねまあ、今トラックの動画とかね撮ってて、まあ、いつもねヒーロー7で、まあ、綺麗なんでねやってるんですけど、まあ、バイクに関してはヒーロー4ですね。ヒーロー4はねもう全部持ってるんでね、カメラを持ってるし、マイクも持ってるし、そのピンマイクね、であとピンマイク接続する端子もめっちゃ安いんですよヒーロー4とか、うん、普通の USB なんで、あマイクロ USB かよいしょ。今福住まで来ましたね。いや懐かしいな、懐かしいっていうかね、あん首都高なんかまあまあバイクで走ることなんかまあないですから。でね C1 銀座の方向かって走って、うん、汐留とかの方向かって、でまあそのまままた湾岸線戻ってきてって感じですね。うん、まあこの朝のね5時ぐらいの時期だったら多分まだ全然困らないと思うので、
いやー久しぶりにねバイク乗ると気持ちがいいですね。いや本当はね昨日の夜エビチリの撮影終わって、エビチリのねご飯作ってる動画ね撮影終わって夜走ろうかなと思ったんですけど、うん、夜のねもう午前0時とか過ぎちゃってて、もうやっぱこの辺の街並みとかねもう全然なんですよ。もう真っ暗になっちゃうんで、だったらまだ明け方走った方がねいいかなっていうことで、こっちを朝を選びました。まあ大体昨日寝たのが午前0時、0時ぐらいで、でそこからねまあ寝て、まあ朝の4時、まあ、だから4時間ぐらい寝てね起きたんですけども、もうでもやっぱ出てんね、トラックも車も。はい、どうぞ入ってください。いやー、またな。昨日のねエビチリは美味しかった。まあよかったらね、エビチリの動画もねありますんで、概要欄貼っときますんでそちらご覧ください。はい、娘と作ってます。ちなみにうちの娘ちゃんはね、殻のエビの殻むきはよく分かってなくて、5歳なんですけどね、エビの足だけ剥いて渡してくれました、私に。はい、よいしょ。これでね多分レインボーの方戻れるので。いやー昔はね、なんですか、まだね運転手駆け出しだった頃はね、全然あれですよね、首都高の内容もよく分かってなかったので、はい、そのどこに何があるかも分かってなかったですからね。よいしょ。ちなみに今銀座なのかな。すげえな、久しぶりだなこの辺バイクで走るの。羽田方面だね、新橋、東銀座、宝町、あ、宝町か。いやめっちゃ都会。ねえ、僕が住んでるのがね千葉県の松戸市で、あっちはねそんなに、まあ、栄えてないわけじゃないんですけど、栄えてないとこに僕が住んでるだけであって、まあ、別に松戸が悪いわけじゃないんですよね。はい、さ、銀座ね、方面ですね。羽田、新橋、東銀座、京橋ジャンクションだ、懐かしいな。この辺首都高バトルとかのゲームでも出てきますよね。昔よくやったな。ね、この、なんつうの？この壁。よいしょ。なんかヘルメットがな、なんか最近ちょっと体重が落ちてきたんですけどね、なんかヘルメットがね、うまい具合に、頭にフィットしないんだよな。もうやっぱね、3年も使ってるので下手ってくるからね、ダメですね。よいしょ。いやーでも明け方気持ちいいですね、もうほんと。でもね、ちなみに今日は朝の4時で、まあ、気温が14、5度ぐらいまであったのかな。でもなんとなくね風が冷たかったんで、まあね久しぶりにバイクにも乗るということで、あれですね、普通にヒートテック着ちゃいました、寒かったんで。よいしょ。いやーいいですね、やっぱり久しぶりにこう乗ると本当気分が晴れ晴れに、なんか晴れやかな気持ちになるね。まあね、もう本当暖かくなってきてね、バイクの時期来ましたから、もう前回のね10連休のゴールデンウィークね、まあ、働いてたんですけど、普通に大阪とかね行ってましたけど仕事で、まあツーリングのね人たちがまあ気持ちよさそうで、僕もねツーリングしたいなと思ったんですけど、暖かくなってきた。明け方寒かったからね。ちなみに今日はまあさっきヒートデッカー着てるって言ったんですけど、上はねまあ T シャツトレーナーにねカッパ着てます。はい、RS 太一っていう、まあ、バイクのね、まあ、分かる人に分かるでしょう、ちゃんとしたメーカーのねカッパを着てるんですけど、まあちゃんとしたねライディングスーツっていうか、
ジャケットもね、昔は持ってたんですけどね、やっぱ一度ね、結婚した時に全て捨ててしまったので、売ればよかったよね、あの時にもね。結構いい値段したやつだったからな。おー、めっちゃ朝日が綺麗ですね。ほら、いいでしょ、朝日が。これね、こういう時にサムネ用にこうやって撮っておかないとね。そしてなんで車止まってんだよ、ダメだよ、そこ止まっちゃ絶対に写真撮るよとかで、あれでしょ、止まったでしょ、首都高ダメだからさ。しかも運転席今人いなかったしな、ああいうの危ないですね。うん、さてお台場まで来ましたよ。 C1 ぐるっとね、内回りして、なんとまだ走って20分ぐらい、そんなもんか。まあ、バイクで走ってくか早いのかもしれないけど、 C1 ってやっぱ早いっすね。あとね、来月6月になったらね、ちょっとまたバイクを久しぶりにカスタムしようかなと、ね。まあ、あんだけバックステップ入れないとか言っときながらね、ちょっと買ってみようかなと思って、はい。まあ、バイクのカスタムをちょろちょろしていこうかなと思っている次第でございます。はい、バックステップを買うか、バックステップもどきにするかを考えてて、まあ、バックステップもどきの方が安いので、うん。6000円ぐらいで買えるんですよね。しょぼいバックステップ買うと1万円ぐらいで終わるんですけど、うん。大勢だったらね、激安カスタムにしておこうかなと思ってて、うん。さあ、このバイクもまだ1万7000キロしかしてないからね。1万7700。うん。2012年仕様なんですけど、中古で買った時は1万5000キロでね、しかも買ったのが僕2年前なんですよ。2年間で2000キロぐらいしか乗ってないっていうね、もう最初の方ね、買ったはいいけど全然乗る暇なくて、うん、最近ね、やっとこう乗ろうっていう気になってきたので、はい。そんなね、話をしておりましたら、千鳥町まで戻ってきました。よいしょ、はい、よいしょ、はい、ああ、まあね、そんなわけで、ちょっとしたバイクのツーリング動画を撮ってみたっていう動画でございました。はい、まあね、よかったらね、高評価、チャンネル登録していただけるとありがたいです。まあ本当ね、ちょこちょこね、バイク動画はね、上げていくんで、ちょこちょこ、ほんとちょこちょこだね、うん、はい。ちょっとずつやっていこうかなとは思ってますので、よかったら今後ともご視聴いただければなと思います。はい。それではまた皆様次の動画でも会いましょう。ありがとうございました。